青森市スポーツ会館は、青森県青森市にある複合スポーツ施設。2014年4月、命名権が導入され、道銀、ドリームスタジアムが投資施設を指す故障となった。2002年12月14日に開館。スポーツネット青森が、指定管理者として管理する。カーリングチームのチーム青森が活動の拠点としている。近隣には、青森市民体育館。 青森市民プール、合伏公園内の青森市営野球場がある。2007年10月、日本オリンピック委員会は、カーリング競技強化センターに認定した。多目的運動場は冬季日本シートからなる、カーリング場となる。現在は、通年で、カーリング場として利用できる。日本では、数少ない専用の屋内施設。総務省。 文部科学省のスポーツ拠点づくり推進事業に選定された全国高等学校カーリング選手権大会が毎年開催されている。屋外にある芝グラウンドで主にサッカー関係に使用されている。青森市社会人、サッカーリーグの試合、JFA 公認指導者ライセンス講習会、キッズフェスティバル、少年サッカー大会、中学校レベルのサッカー大会、青森県。 ユースサッカーリーグ1部2部入れ替え戦、プリンスリーグ U-18 東北入れ替え戦、高校サッカー、青森県二次予選で使われている。LINE メール青森 FC が、東北社会人、サッカーリーグに属していた頃は、ホーム戦会場に使用していた。ラグビーにも使用されることがある。ありがとうございます。